はい、皆さんこんにちは。歴戦2コースの川原です。では2018担当スーパー速習講座鑑定理論、第1回講義を行っていきます。この講座は、2018年度の担当式試験に短期で受からせることを目的とした講座になっていきます。なのでまずは担当式試験の概要から簡単に説明をしていきます。はい、試験期日は、あくまで予定なんですが、例年5月の第2日曜日なので5月の13日が予定日ということになってきます。常に逆算をして意識して学習を進めていってください。あっという間に本試験日来てしまいますので、残り何日か意識をして学習していくようにしてください。で、試験科目は2科目です。養成法規とこれから学んでいく鑑定理論ということになってきます。で、それぞれ2時間ずつで試験が課せられまして、問題の形式としましては5択のマークシート方式で、それぞれ40問ずつ出題されます。1問 2.5 点と配点されてますので、かける40問で100点満点、2科目合計で200点満点です。ではどれぐらいで合格できるのか、願書には総合点でおおむね7割と示されています。200点満点なので7割140点。ただ鑑定試験は相対評価の試験です。本試験問題が難しければラインは下がっていきますし、優しければ上がっていきます。じゃあ近年はどれぐらいで合格できているかというと、だいたい130点前後、6割5分前後ですね。なので皆さんが目指すべきラインは、鑑定理論40問中26問、6割5分を目指して学習を、進めていくようにしてください。はい、では敵をつけるためには敵を知る必要がありますので、実際の本試験問題確認をしていきます。はい、これ直近の平成29年度の本試験問題ということになってきます。A4 版のわらばんし的な紙を使った問題になっています。で、一応注意事項がありまして、1点だけ、中の4のところなんですけど、使うべき筆記用具なんですが、HB または B の黒の鉛筆を使ってマークシートにマークをする必要があります。つまりシャーペンは使えないということになってきます。シャーペンは、マークシートの読み取り機が、読み取らない可能性もあるようなので、これ鉛筆を使ってマークをしていく必要があります。なので、鉛筆用意していただいて、普段のレックの答案練習会答練から HB または B の鉛筆でマークをしていくようにしてください。ではどのような形式で本試験問題出されているのかってことですね。いくつか例で確認していきましょう。では16ページ台ですね。はい、いくつかの形式で本試験問題は出されます。内容はね、まだわからないと思うので、形式面だけ確認していくようにしましょう。では問題の24ですね。括弧1から括弧4ですね、5択選択肢が与えられていて、正しいものはどれかを選んでいく問題です。もしくは誤っているものはどれかですね。こういった形式のことを単純整合問題と言います。続いて問題の26見ていきましょう。いろはにほと足が与えられていて、で、正しいものをすべて掲げた組み合わせはどれか。で、選択肢としては5つの組み合わせが示されている。これ組み合わせ問題と言います。正しいものもしくは誤っているものをすべて掲げた組み合わせを選んでいく組み合わせ問題と言います。で、続いてすぐ上。文章が書かれていまして、こう穴が開いています。で、この穴に入るべき語句の正しい組み合わせを選んでいく、これ穴埋め問題と言います。あと鑑定理論は最後の40問中、2問ほど計算問題というのが出されます。問題39、いくつか数値が与えられていて、で、選択肢としては計算結果が5つ与えられていて、正しい計算結果を選ぶ、これ計算問題ということになってきます。微分とか積分とかそういった高度な数学は必要ありません。単純に足し算引き算割り算掛け算で処理できるんですけど、ポイントはこれ電卓を使えないということです。手計算で処理をしていかなきゃならないというのがこの計算問題の難しさということになってきます。最後の2問ほどなので、残りわずかな時間で手計算で処理をしていかなきゃならない、そういった意味では難しい形式の問題ということになってきます。ではこれらの問題が実際の本試験でどれぐらいの割合で出されていたのかってことですね。直近の平成29年度の本試験ですと、単純整合問題が14問、組み合わせが19問、穴埋めが5問で、計算問題が2問となっています。特に一番多いのはこの組み合わせ問題ですね。で、組み合わせ問題というのは確実な知識があれば、それをヒントに消去法的に正解し、正しい組み合わせを選ぶことができますので、皆さんが戦略として行うべきことは確実な知識を増やしていくことがポイントなんだということになってきます。10の不確かな知識よりも6の確実な知識を身につけて、それをヒントに消去法で正解を導き出していく、そういった戦略で学習を進めていく必要があります。
ではこれから学ぶべき鑑定理論、どういった科目特性があるのかってことですね。中身、じゃあどんな学習を行っていくのか。鑑定理論というのは学習内容としましては、不動産鑑定評価基準と留意事項について理解を伴わせて暗記をしていく、そういった学問になってきます。略して基準留意事項というんですが、基準と弟分の留意事項ですね。不動産鑑定士が不動産の経済価値を判定する、鑑定評価を行う際の、判断の拠り所となるのがこの基準留意事項です。いわば条文のようなものです。この基準留意事項について単なる丸暗記ではなくて理解を伴わせて暗記をしていくというのがポイントになってきます。鑑定理論というのは担当式試験のみならず論文式試験でも出題される共通科目ということになってきます。で、論文式試験に行きますと論文文章を書く必要があるんですが、その書くべき文章というのはこう自分の言葉を書くとかではなくて、暗記してきたこの基準留意事項を使って回答を作成していく、そういった論文式試験ということになってきます。なので論文において合格答案を書くためにはこの基準留意事項の暗記というのが大前提となってきます。ただ一方で担当式試験というのはマークシート方式ですよね。マークシートにマークをすればいいので、暗記はそれほど意識する必要はないです。つまり担当対策としましては、取材されやすい箇所、キーワードを中心に問題を通じて理解をしていくというのが重要になってきます。つまりは問題を解きながら知識をインプットしていく、習うより慣れろということです。要はアウトプットをしながら知識をインプットしていく、で全体を数多く繰り返す、これ受験用語で回すというんですが、全体をどれだけ多く回せるかがこれ重要になってきます。とにかくこの10回の講義ありますよね。初めはなかなかね、細かいところ分かりづらいと思うんですね。ただ細かいところはね、まずは気にする必要はないです。とにかく大枠をつかむということを意識していただいて、まずは10回の講義ざーっと聞いていただいて、であとはもう繰り返し繰り返し問題を解くことによって細部について攻めていく、そういったスタンスで、初めから細かいところを気にして先に進めないですと、いつまでたっても全体把握することできませんので、まずは大枠から掴んで、で繰り返し繰り返し学習することによって細部を詰めていく、そのようなスタンスで学習していく必要があるということになってきます。はい、では、教材を説明していきましょう。いくつかお手元教材が届いていると思うんですが、まずは、講座で使うのはこの合格基礎テキストということになってきます。こちらを使って講義をしていきます。こちらだけ準備していただければ講義受講することができます。これ担当論文共通の基本テキストということになってきます。一応どういった形式になっているかというと、ちょっと80ページ開きますと、この実践で囲まれた部分がありますよね。これがあの基準と言われるところになっています。すぐ下点点点の枠で点線で囲まれている部分があります。こちらが弟分であります留意事項を意味しています。で、横見出しがありまして、担当取材年度とさらには論文の取材年度、これ担当論文共通のテキストになっています。で、あの効果期24と書かれていると思うんですが、こちらは論文対策用の補助教材の番号ですので、担当対策としてはこちら無視するようにしてください。あと適宜コメントなんかも掲載されてますので、重要なコメントについては講義内で指摘をしていきます。こういった形式になっています。はい、続いてお手元、2018の担当スーパー速習講座のパワーポイント画面集というのがお手元届いていると思います。それは今まで見てきたこのパワーポイントの画面を冊子形式にしたものがこのパワーポイント画面集ということになってきます。復習の際にパワーポイントですね、確認がてらこちらの冊子使うようにしてください。復習の際の冊子ということになってきます。では続いて、復習の際のメインテキストになってくるんですが、足別鑑定理論の上下巻というのがお手元届いていると思います。こちらは、平成28年度までの過去問を分野別に一問一答形式の形に編集した過去問集ということになってきます。過去問集です。一問一答形式の形に編集した過去問集です。どういった形式になっているかというと、じゃあちょっと上巻の、26ページぐらい使いましょうかね。はい、見開きになってまして、左が問題、右が解説ですね。で、一問一答形式でこう丸バツで問題が編集されています。で、問題の方を見ていただくと、横見出しに重要度が星1つから3つという形で示されています。
星が多いほど重要度が高まっていきます。で、網羅性の観点から星一つの問題も載せるんですが、星一つの問題はこれ無視してください、やらなくていいものだと思ってください。まあ、載せなければいいんですけど、まあ、網羅性の観点から掲載してるんですが、これやらなくていいです、皆さんこれ無視してください。皆さんが復習において解くべき問題は星2つと3つということになってきます。特に初めの段階は星3つだけでも大丈夫です。まずは3つから解いていくようにしてください。で、解説に今の基本テキストの該当ページがありますので、問題を解きながらテキストを潰していく、そういったスタンスですね。アウトプットを通じてインプットしていく、まあ、そういった復習を行っていただきたいということになってきます。あとはもう一つ過去問、すみません、ちょっとこれ1年前になってしまってるんですが、お手元平成29年度版の年度別の担当本試験問題集が届いていると思います。これ直近4年分の実際の本試験問題そのまま40問ずつが掲載された問題ということになってきます。こちらについては使うタイミングをまた別途指摘をしていきますので、しばらくはこれね置いといてください。皆さんがまずね解くべき過去問は足別ということになってきます。あとは、ちっちゃいこのモバイル鑑定評価基準というのが後も届いていると思います。暗記すべき基準類事項がモバイル形式、まあ、携帯できるようにコンパクトになったものがこのモバイル鑑定評価基準ということになってきます。まあ、担当対策としては基準類事項の暗記はそれほど意識する必要はないんですが、とはいってもやっぱできる限り暗記は進めていただきたいので、できれば今からずっとこれ持ち運んでいただいて、隙間時間ですね、通勤通学の時間開いていただいて、少しずつこの基準類事項の文言に慣れていくようにしてください。論文に進みますとこれを使って、ね、ものすごく暗記をしていかなきゃならないということになってきます。はい、以上がテキストの説明ということになってきます。では、ちょっとまずは、モバイルを使って全体の鑑定理論の構造だけお話をしていきますね。今日だけちょっとモバイル使います。お手元モバイル用意していただきまして、表紙めくっていただいて、端書き等々めくっていただいて、目次のところ開いてください。はい、目次のところ開いてください。はい、よろしいでしょうか。鑑定理論というのは大きな構造として、まずは総論というものと、さらにページめくっていただいて各論ですね、大きく総論各論と分かれていきます。総論というのは不動産全般共通の考え方を学んでいくのが総論、全部で第1章から第9章まであります。一方、各論というのは総論を踏まえた上で個別具体的な案件ごとの鑑定評価額の求め方が示されているのが各論第1章から第3章ということになってきます。総論9章、各論3章、全部で12の章から成り立っています。ではどのようなバランスで実際本試験問題が出されているかといいますと、直近平成29年度の本試験問題、すべての章から問題が出されています。網羅的に、つまりやらなくていい章というのはないです。ただ出題数が多い章があります。丸で囲まれているところですね、下の矢印、総論第5章、7章、各論第1章で全体の5割近くを占めています。なのでメリハリとしましては、特に総論第5章、7章、各論1章が重要になってくるね。こちらを苦手としているようですと、なかなかいい点数が取れないので、特にこの3つの章についてはしっかりと意識をして学習を進めていく必要があります。はい、では中身入っていきましょう。お手元合格基礎テキストを準備していただきまして、で目次等々を進めていただいて、ページ1ページ目開いてください。はい、合格基礎テキストで目次等々を飛ばしていただいて1ページ目開いてください。総論第1章と書かれている扉のところですね、そちらを見てください。よろしいでしょうか。中身入っていきます。まずは総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察、まあ、基本的な考え方を学んでいきます。総論第1章というのは総論の中の総論と呼ばれるものでして、2章以降で具体的な概念を学んでいくんですけど、その具体的な概念の理論的根拠が示されているのがこの総論第1章ということになってきます。はい、では扉めくってください。はい、では第一節、不動産とその価格と書かれているところね、そちらを見てください。はい、では枠の中は基準の文言を読んでいきます。不動産は通常土地とその定着物を言う、土地はその持つ有用性のゆえに全ての国民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である、そしてこの土地を我々人間が各般の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は不動産の在り方、すなわち不動産がどのように構成され、どのように貢献しているかということに具体的に表れるとなっています。
今後重要なところはマーカーをしていただきます。4行目、不動産のあり方というところをマークしてください。まずは不動産のあり方というところをマークしてください。はい、よろしいでしょうか。では冒頭からもう一度。不動産は通常土地と建物等々に代表される定着物を言います。皆さんがイメージする不動産もこの定義通りだと思います。で、続きの文章。不動産はその持つ有用性、有用性というのは役立つ性質です。例えば土地の上に建物を建てることができる、土地を使って農作物を育てることができる、そういった役立つ性質を持つがゆえに、すべての国民の生活と活動とに欠くことのできないベースとなる基盤なんだ。ね、この土地を我々がさまざまな目的のためにどのように利用しているかという、土地と人間との関係は不動産のあり方に具体的に現れるんだということになってきます。不動産のあり方というのは、もう少し簡単な言い方をすれば、皆さんが目にする街並みです。皆さんが目にする街並みが不動産のあり方です。街並みを見れば土地と人間との関係を把握することができるんだってことです。例えば戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、そういった街並みを見れば不動産のあり方、人間は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、で、戸建て住宅は人間に対して住む場所を提供するという形で貢献している。街並みを見れば土地と人間との関係、すなわち不動産がどのように構成され、どのように貢献しているかということを把握することができる。それが不動産のあり方、簡単に言えば街並みということになってきます。では次の段落。不動産のあり方は自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の相互作用によって決定されるとともに、経済活動の本質を決定づけている。不動産のあり方、街並みというのは多面的な要因が相互に作用することによって決定されるとともに、この不動産のあり方、街並みというのは不動産の経済価値の本質、言い換えれば不動産の価格を決定づけるなということになってきます。例えば同じ規模形の土地であったとしても、その土地が都心にあるのか地方にあるかによってやっぱり不動産の価値というのは違ってきますよね。つまり街並み、不動産のあり方というのが不動産の経済価値の本質、価格を決定づけるんだということになってきます。で、続いて下から2行目。一方この不動産のあり方はその不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されているとなっています。不動産のあり方、街並みを選択判断する際の主要なメインの指標、判断基準として価格が影響を与えているんだってことです。あり方が価格に影響を与えるとともに、価格が選択の主要な指標としてあり方に影響を与える、お互い影響を与え合うような、そういった関係があるんだということです。はい、画面を見てください。これ不動産のあり方の二面性ということになってきます。多面的な要因が相互に作用することによって不動産のあり方、街並みを形成し、で、この街並み、不動産のあり方が不動産の経済価値の本質、価格を決定すると同時に、価格があり方、街並みに対して選択指標として影響を与える、お互い影響を与え、行ってこいの二面性の関係があります。例えばこのような場面です。高級住宅街にある土地の価格は高くなり、不動産のあり方、街並みが経済価値の本質を決定づけるとともに、一方高い土地を購入した人は価格に見合った高級住宅を建築するんだってことです。それなりに高い金額出した以上、見合った使い方をするでしょう。高級住宅を建てるでしょう。つまり高級住宅街、街並みを形成するでしょう。つまり価格が不動産のあり方、街並みに対して選択指標として影響を与えるんだということになってきます。お互い影響を与え合う二面性の関係が、あり方と価格には認められるんだということになっていきます。まずは不動産のあり方ですね、イメージできれば十分です。しっかり押さえておいてください。では続いて、この不動産の価格について確認をしていきます。3ページ、不動産の価格と書かれている基準のところを見てください。では基準を読んでいきます。不動産の価格は一般に、括弧1、その不動産に対して我々が認める効用、括弧2、その不動産の相対的希少性、括弧3、その不動産に対する有効需要の3者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を和計画をもって表示したものであるとなっています。まずは上から5行目、3者というところをマークしてください。3者マークしてください。不動産の価格というのは、3者がお互い影響を与え合って結合することによって生じた不動産の経済価値をいくらいくらという金額、貨幣額をもって表示したものです。
では三者というのは何かというと、はい、合わせてマークしてください。2行目から効用、相対的希少性、有効需要ということになってきます。これらが三者ということになってきます。上から2行目から効用、相対的希少性、有効需要、合わせてマークしてください。じゃあこれら3者どういった内容なのか、はい、下の説明文見てください。理解を伴わせていくというのはこういった説明文を押さえていくことということになってきます。効用というのはズバリ最後役立つことです。役立つからこそお金を出すということですね。役立つというのが効用です。で相対的希少性、文章のところ、我々人間の欲求との関係において存在量が相対的に有限であり、手に入れるためには対価が必要になること。有限で対価が必要なんだ。無限にあるものはお金払わなくていいわけですよね。有限だからこそ対価が必要。これ相対的希少性です。で有効需要、有効需要というのは購入資金を持った買い主がいることです。単なる買い主じゃなくて有効需要なので、桜ではダメで、お金を持った買い主が市場にいることです。つまり役立つからこそ相対的に有限で対価が必要で、それに対してお金を持った買い主がお金を払ってくれるからこそ不動産の価格は形成されるんだってことです。これが効用、相対的希少性、有効需要、三者ということになってきます。はい、また上の基準戻ってください。下から3行目そしてから見てください。そしてこの不動産の経済価値は基本的にはこれら3者を動かす自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとなっています。不動産の経済価値、価格というのは3者を動かす多面的な要因の相互作用によって決定されるんだ。要因サイドから言うならば、多面的な要因は3者を通じて不動産の経済価値、価格を形成するんだということになってきます。でこの要因と価格の関係ですね、4ページ進んでください。はい、1番目の基準のところを見てください。不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産の価格がこれらの要因の影響のもとにあると同時に、選択指標としてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものである。要因と価格の間にも二面性というものが認められます。お互い影響を与え合うということです。下の図のところを見てください。はい、その図のところ、上から多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、価格を形成する。要因の影響下に価格があると同時に、価格が要因に対して選択指標として影響を与えるってことですね。お互い影響を与え合う二面性の関係があります。はい、その例えばという文章のところを見てください。例えば不動産の取引に関する規制が緩和されると、これ多面的な要因のうち行政的要因です。規制が緩和されると、一般に不動産取引が増加し、不動産の価格は上昇する。価格が要因の影響下にありますが、不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合、不動産の取引に関する規制を強化する政策が取られる。価格が要因に影響を与えるということになってきます。お互い影響を与える二面性の関係が認められます。はい、では次の説、5ページ移ってください。第2節、不動産とその価格の特徴を確認していきます。では不動産ってどんな特徴があるの、不動産の価格ってどんな特徴があるの、確認していきます。まずは不動産を構成する基本的な要素であります土地の特性について確認をしていきます。それが自然的特性、人文的特性ということになってきます。はい、基準の枠の中4行目括弧1というところから見てください。土地の特性です。括弧1、自然的特性として地理的位置の固定性、不動性、非移動性、永続性、普遍性、不動性、個別性、非移動性、非代替性等を有し、固定的であって硬直的である。括弧2、人文的特性として用途の多様性、用途の競合、転換び併存の可能性、併合び分割の可能性、社会的び経済的位置の可変性等を有し、可変的であって伸縮的であるとなっています。はい、マーカーを開いていただきたいのはまずは4行目、自然的特性というところで、1行飛ばして固定的、硬直的、マークしてください。自然的特性と固定的、硬直的、できれば対比的に色を変えていただいて、続いて括弧に人文的特性というところと1行分けて可変的、伸縮的というところを合わせてマークしてください。対比的にできれば色を変えていただいてマークするようにしてください。土地というのは固定的で硬直的な人文的特性とともに、可変的で伸縮的な固定的で硬直的な自然的特性ともに、可変的で伸縮的な人文的特性、相矛盾する2つの特性を有しています。
じゃあそれぞれ細かく具体的に見ていきましょう。まずは自然的特性5つ示されていますので、はい、下の説明文を見てください。そもそも自然的特性というのはどういった特性かというと、タイトルのすぐ脇、土地そのものが有する本来的特性が自然的特性です。で、丸1見てください。地理的位置の固定性、不動性、非移動性。文章、土地の地理的位置は固定しており、そうですね、土地は例えば北緯何度、東経何度という形で位置が固定しています。なのでその後、個々の土地を他の場所へ移動することは不可能である。例えば東京の土地を九州とかに持ち帰ることはできませんよね。だからこそ不動産というんだということになっていきます。丸2、永続性、普遍性。土地は使用しても消耗し、枯渇することはなく、朽ちることもないとなっています。対比的に建物というのは使い続けると経年劣化、減耗して壊れてしまいます。一方土地というのは、まあ、崖崩れとかそういったイレギュラーなことは考えられるんですが、基本的には使い続けても消耗し、枯渇し、朽ちることもないんだということになってきます。永続性、普遍性ということになってきます。では6ページ進めてください。事務的特性、丸3、不造性というところを見てください。日本の国土面積や埋め立て等により多少の変化は考えられるものの、全体量としては大きく増減することはない。対比的にこのマーカーありますよね。人気が出てきた場合には増産体制を整えて増やすってことはね、できると思うんですね。一方例えばじゃあ田園調布の土地人気出てきました。じゃあ田園調布の土地簡単に作れるかというと、埋め立てなんかできないわけですよね。基本的にはですね、増やせません。それが不造性ということになってきます。では丸4、個別性、非同質性、非代替性です。個々の土地は他の土地と区別されるべき性質を有しており、全く同一の土地というものは2つと存在しないとなっています。物理的な意味において、全く同質な代わりになるような土地というのはないんだってことです。それが個別性ということになってきます。では人文的特性見ていきましょう。人文的特性というのはタイトルの脇、土地と人間との関係から生じる特性です。人が働きかけをすることによって生まれてくる特性が人文的特性です。まず丸1、用途の多様性、用途の競合転換、併存の可能性です。ある土地について用途が競合、商業地と住宅地と転換農地から住宅地と及び併存、店舗付きマンション等シールとなっています。例えば一般の財というのは基本的にはこれマーカーするためのものなので、一物一用途ですよね。一物一用途です。マーカーは。一方、土地というのは人が働きかけをすることによって、さまざまな用途として使うことができるんだ。それが用途の多様性ということになってきます。では、丸2、併合及び分割の可能性。土地は一旦区画されたとしても必要に応じて併合分割しているんだということになってきます。例えば狭い土地だったので隣の土地と併合したり、もしくは広い土地で、ね、持て余していたので宅地分譲して分けて分譲していくみたいに、人が働きかけをすることによって併合分割しているということになってきます。で、丸3、社会的及び経済的位置の可変性。こちらは横のコメント例を見た方が分かりやすいと思います。横のコメントのところを見てください。社会的経済的位置の可変性の例としては、郊外の大型ショッピングセンターが開店したことにより駅前商店街が衰退することが挙げられます。人が働きかけをすることによって郊外に大型ショッピングセンターを作ることによって、今まで町の中心だった駅前商店街がシャッター通り衰退してしまうって形ですね。人が働きかけをすることによって社会的経済的位置は変わりうるんだということになっています。で、これらの特性は覚えるというよりもそれぞれ、ああそんな特性なんだなってまずイメージできれば十分ということになっていきます。では5ページ戻ってください。基準の続きを見ていきましょう。最終4行を見てください。5ページ基準の中、枠の中、最終4行、不動産はこの土地の持つ所得性に照応する特定の自然的条件及び人文的条件を予見として利用され、その社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。そしてこれらの諸条件の変化に伴って、その利用形態並びにその社会的経済的な有用性は変化するとなっています。今までずっと特性というのを見てきたんですけど、今読んだ文章の中で条件、自然的人文的条件というのが出てきました。横の言葉の意味で条件というのは、その特性が個別具体的な不動産に現れたものを意味しています。つまり特性というのは抽象論で、それが個別具体的に現れたものが条件ということになっていきます。もう一度文章のところ、不動産というのは自然的人文的特性に対応する特定の自然的人文的条件を予見前提として利用されることによって、社会的経済的な有用性、要は経済価値が認められるんだということになってきます。そして
これら諸条件の変化に伴って前提要件とする条件が変化すると利用形態、社会的経済的有用性、つまり経済価値も変化するんだというような内容になっています。まずは土地の特性、自然的人文的特性です。続いて不動産の特徴としましては6ページ進めてください。はい、下不動産の地域性というところを見てください。不動産の地域性というところを見てください。では基準のところ、不動産はまたその自然的条件や人文的条件を全部または一部を共通にすることによって他の不動産とともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に依存補完等の関係に、およびその地域内の他の構成分子である不動産との間に共同代替競争等の関係に立ち、これらの関係を通じてその社会的および経済的な有用性を発揮するものである不動産の地域性ということになってきます。7ページ上の図のところを見てください。不動産というのは一匹狼的に価格が決まるわけではなくて、同じような使われ方をしている不動産同士が集まって一定の地域を構成します。で、同じような使われ方をしている不動産同士が共同代替競争等の関係に立ち、さらには地域との間に依存補完等の関係に立ち、こういった関係を通じて不動産の価格というのは決まってくるんだということになってきます。要は不動産の地域性というのは端的に言うならばこういったことです。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる。これが不動産の地域性です。まあ、8ページ下で長々と基準が示されていたんですが、一言で言うならば、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる。これが不動産の地域性ということになってきます。では不動産の価格に影響を与える地域、どのようなものが考えられるのかってことですね。7ページ移っていただいて、下の説明文のところを見てください。7ページ下の説明文のところを見てください。で、2行目真ん中あたりから見てください。7ページ2行目真ん中あたりから、自然的条件を共通にして構成される武蔵野台地、最上川流域等といった地域や行政により区画される東京都で、8ページ移っていただいて、大阪府等の地位が考えられる、また日常生活品の小売店舗を中心として構成される丸々駅前商店街といった地域等も考えられる。このように地域を分別して認識する場合、その把握の観点の違いによって地域には種々のものが考えられ、一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているのである。最終2行マークしてください。不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているというところをマークしてください。不動産は様々な観点が捉えると複数の地域に重なって属しているんだということになってきます。例えば今私がこれ収録しているのは東京都の23区内の中野区というところにありますレックの本社ビルでこれ収録しているんですが、じゃあこのレックの本社ビルを不動産として考えていくと、いやまずそうですね、自然的条件という観点からするとこのレックの中心、本校は、関東平野に属しています。まずそういった地域ですね。では行政的観点からの地域という意味ですと東京23区、さらには中野区に属しています。さらには交通体系という観点から地域を捉えてみると、東京都には東京ですとこう東西に東、中央線というのが走ってるんですね。で中野というのはこう中央線沿線沿いなので、こう中央線沿線沿いという形の地域に属している。さまざまな観点からの地域に重なって属している。だから間違いなしは簡単です。不動産というのはただ唯一の地域に属している、これ誤りなしということになってきます。はい、まずは不動産の特徴を一通り確認をしていきました。ちょっと一旦ここで切っておきましょう。はい、以上をもちまして第1ユニット講義の方を終了いたします。